どうも、ひでまろチャンネルです。お願いします。今日は来月2月の国内状況を調べていこうかなと思います。1月の半ばぐらいからまたね、オミクロン株というのが流行り出して、今ではまた時短営業に戻ったりとかね、結構飲食業の被害とか、まあまた増えてきてたりとか、あとは急にね、感染者が1万人超えたりとか、ちょっと1月の中旬から後半にかけてひどいなって思うので、まあ、2月どうなっていくのかちょっと心配なのでね、占い目線で言うと2月から運気っていうのがこう変わっていくんでね、良くなればいいなって思いながらちょっとやっていきたいと思います。なので、皆さんも僕がやるタロット一緒に見ながらどういう展開になっていくのか一緒に考えていただければ嬉しいです。ということで、じゃあ早速参りましょう。2月の国内状況です。どうぞ。では2月の国内状況をこのタロットでお出しください。はい、出ました。ということで、1月まずどうだったか過去からめくっていきましょう。どうでしたか。4月ジャッジメントの逆位置、まあまあまあそうでしょうね。なんだろうな、まあ順調に進まないとかね、あとはお手上げ状態、何かを諦めなきゃいけない状態になるとかね。1月はオミクロンが急な勢いで増え続けて、またマンボウっていうんですか、そういうのにもまあなっていって、またお店も時短みたいなところが増えましたよね。2月になった。じゃあこの現在どうなるか見ていきましょう。どうですか。ワンドのクイーンの正位置です。ワンドのクイーンの正位置、なんだろうな、やっぱり、まあ、なったらなったで仕方ないよねっていう、潔い人が増えるとかね、あとはいい意味で諦めてしまうとか、そんな人が増えちゃうのかな。なんかやるべきことをこなしたいんだけど、まあ仕方ないよねみたいな。だけどやっぱり現状に甘えられないからどうするかっていう、なんだろうな、あ、またこんな感じかっていうような現状になるのかな。まあ、猫もねここにいるんで、猫っていうのは魔性を表すカードなんで、この魔性っていう意味はね、オミクロンでまたコロナだとかで増えてきてる人たちを困惑させるような魔性のポイントになってんのかなとか思いますね。では未来どうなりますか。ペンタクルスの7正位置です。難しいかな。未来ですね。未来はね、なんだろう、今の現状に見合った改善策を探すとか、あとはやり方が間違ってんのかなって思いながら行動を変える人がいる、まあ、そういう方が増えていくのかもしれないですし、次のやり方、生き方、仕事について考える、変えていくっていう人が増えてくるのかな。ちょっと目的をね、目標を変えるみたいな感じなのかなって思います。見直しっていうカードですね。ではこれについてのアドバイス、近未来についてのアドバイスいきましょう。どうですか。カップの8正位置、なるほど、まさに出ましたね。次のステージに向かう、だから今やってる辛いことをとりあえず手放してみて現状を変えましょうっていうようなカードですね。次の場面転換が必要ですよっていうカードですね。ではこの2月の状況、周りどう見てますか。ワンドの10の正位置です。
だよねって感じですね。だよねですね。心身ともに疲れているとかね、気が重くて動けない状態になっているですよね。他の人の手も借りたいとかね、いっぱいいっぱいになってる方が多いんじゃないかな。もうね、ワクチン打てだの、いろいろね、政府から圧力じゃないですけど、いろいろまあ言われてますからね。さあ、ということで次、国民じゃなくて国ですね。国はどう思ってるか行きましょう。国どう思ってますか、どうでしょう。出ましたよ、タワー。タワー、どう思ってますかですよね。大胆な計画変更とかね、ありそうなカードなんですよね。だから国は何を思ってるかわかんないですよ。何かを強制にしたい気持ちがあるのかな。強制的に何か国民に対して操作させたい、国が思うように国民を動かしたいとか、なんかそういうカードなのかな。あとはもしかすると今の総理大臣のちょっと違う一面が垣間見えたりとか、何なのこの人、こんな感じの人だったのとか、まあ総理じゃないにしても政治家ですよね、政治家の人、何かちょっと化けの皮っていうのが剥がれる時が2月にやってくるんではないのかなと思いますね。国民なんかちょっと怖いなっていう感じですね。では結果を見て決めましょう。いい結果であってくれ、どうですか。ラウンドじゃなくてカップのナイトの逆です。皆さん出ましたよ。あんまり良くない意味なんですけど、あんまり言いたくないな。なんかね、いい話に騙されるとかね、あと国民を当てにしすぎているとかね、できすぎた話を国民に訴えるとか、そういったような働きがやっぱりこれとつながるんじゃないかなっていう感じがしますよ。ちょっと怖いな。なので本当に未来でね、つまずいちゃう方、思い切って方法を変えてみる、仕事を変えてみる、やりたかったことをしてみるっていうのがいいんじゃないですかね。では次、2月のそれぞれのカードを見ていきましょう。では次、2月の1日から10日、11から20日、21から28日までの運勢をそれぞれ1枚ずつお出しください。それでは、めくっていきましょう。2月1日から10日の運気はどうですか。ちょうどのクイーンの逆位置です。なるほど、気が休まらないとかね、あとは無理をして体調を崩す、もっと2月の1日から10日、ここで結構また増えるのかな感染者が。だからあんまりね、無理しちゃいけないですよ。2月に入ってもね、本当に急激にまだ増え続けてる状況なんでね。では2月の11から20日どうでしょうか。ラウンドの9の逆位置です。やっぱりこのカードもね、準備してたものが発揮できずに終わるとかね、見込みが違うことが起きる、あんまりよろしくないような、続くのかな、どうなんだろう。それかここで政府の何か意見が国民に対して振りかかるのかな、で足止めを食らうとか、そんな感じかな。こちら、2月21から28の運気どうなりますか。カップの9の逆位置です。やっぱり良くないですね。お金に支配された考え方になるとか、あとはなんかあまり良くない奢った言動を言ったりとかね、なんかどうにもならない欲望に溺れてしまう。まあやっぱりお金かな、お金なのかな、まあ、お金っていうのはやっぱりね、生きるための
道具にしか過ぎないと思うんですよね、僕はね。だからこれといっていい車に乗りたいとも思わないし、いい部屋に住みたいとも思わないし、だからこの流れから言うと生活ですよね。生活が苦しくなっていくんだろうな。では最後一枚出しでアドバイス皆さんにお伝えしたいと思います。これだけでね終われないかなって思うのでやってみますね。では最後皆さんにアドバイスを一枚出しでお願いします。ではいきます。ペンタクルスクイーンの聖一です。はい、いいカードですよ。よかった。このカードはですね、人とのつながりからいいチャンスが生まれますよとかね、あとは人からの援助とか引き立てを受けた時にはありがたく受け止めましょうっていうカードですね。なんか神様のお助けだと思ってその時は素直に受け入れましょうっていうようなカードになります。いやーよかった、最後いいカードが引けて2月はこんな感じかなって思いますね。ということで見ていただきました。どうですかね、本当に2月っていうのも厳しいのかななんて思うんですけど、あくまでもまあタロットなんでこれが絶対そうだっていうわけではないのでどうなのかなでは思うんですけど、まあまあこれをね参考にしていただいて皆さんがどう思うか、それによってどう行動するかっていうのはもう皆さん次第なので、良くなっていく未来になればいいななんて僕は思いますね。まあそんな感じでアドバイスのカードのようにね、こう行動すればまあいいんじゃないのかななんて思います。ということで、最後、僕の個人鑑定をやっております。概要欄に飛んでいただきますと、僕のホームページに飛べますので、下の方にスクロールっていうんですか、 QR コードで LINE 登録で僕と友達になってもらって、で日にちを決めて鑑定という流れになりますのでお待ちしております。ということでまた更新いたします。ありがとうございます。